アミチャレ F104 クラス4分間のタイムレースがスタートとなります。フライングには十分にお気をつけください。それでは参ります。ドライバーオンザトーン。さあ第1コーナーのここで激しくクラッシュ、そのまま第2コーナーもクラッシュが続く。さあまずはゼッケン1番北尾選手、ゼッケン3番の渡辺選手、ゼッケン6番の荒選手、7番の橋本選手を続いていく。以下5番、11番、11番、4番、10番、2番、9番、8番という展開。さあホワイトのカラーリングのゼッケン1番北岡選手、それからすぐ後ろブラックとレッドのカラーリング、ゼッケン3番の渡辺選手、この差は 0.3 秒差というところでバトルを繰り広げる。3番では RC ショップ林田、橋本選手、ゼッケン7番がここでジャンプアップ、ブラックのカラーリングのマシン、リアウィングがグリーン。さあ1番、3番、7番、6番、5番というところがトップ5、以下11番、12番、2番、9番、8番、10番、4番という展開でレースは進行。時間の方は50秒が経過、お呼び出しお願いいたします。それでは F104 決勝 F メインお呼び出しいたします。1番鈴木選手、2番小森選手、3番池谷選手、4番清水選手、5番工藤選手、6番中村選手、7番中川選手、8番小笠原選手、9番小川選手、10番山下選手、11番足立選手、12番大串選手お越しください。また E メインの方、車高チェック、バッテリーチェックにお越しください。さあ時間の方は間もなく1分30秒になるというところ。さあここでトップが入れ替わった。第2コーナーのところでゼッケン3番の渡辺選手がインを刺していった。ブラック、イエロー、グレッドのカラリーのマシンは現在のところバックストレートを通過。その後ろはゼッケン1番の北岡選手、ホワイト、ピンクのカラリーのマシン、その後ろゼッケン7番の橋本選手もこちらも食らいついていく。現在トップ3は3番、1番、7番というところがトップ3。さあ橋本選手がじわじわと北岡選手に近づいていく。さあその差は 0.7 秒差、トップ3番の渡辺選手とゼッケン1番の北岡選手の差も 0.7 秒差と、ここは均等に離れていく。さあ橋本選手のすぐ後ろには11番の山本選手が控える。こちら11でレッドのカラリーのマシン、おっと橋本選手がここで、おっとごめんなさい、ゼッケン11番の山本選手がここで転倒してしまった。さあこれで順位の方は変わってきたが、時間の方は2分15秒が経過。さあ順位の方が3番、1番、7番、5番、6番というところ。さあ11番の山形選手は現在8番手を走行、大手9番手を走行。さあ時間の方は2分30秒が経過。さあじわじわと渡辺選手、ゼッケン1番の北岡選手を引き離してくる。その差は1秒差。2番手は、3番手はゼッケン7番の橋本選手、 1.1 秒差とちょっと遅れつつあるか。時間の方は2分45秒になろうというところ。さあ現在トップゼッケン3番の渡辺選手はバックストレートを通過。その後ろホワイト、ピンクのカラーには2番手走行、ゼッケン1番の北岡選手、おっとマーカーに当たったがなんとか復帰。さあこのままゼッケン3番の渡辺選手逃げ切れるか。本番を通過して間もなくバックストレート、追いかけるゼッケン1番の北岡選手との間にはバックマーカーが1台控えている。さあこれをどううまく引き離していくか。時間の方は残り1分となる。さあゼッケン3番渡辺選手バックストレート入っていく。さあその一つ間を空けて後ろがゼッケン1番の北岡選手、この差は 1.6 秒差というところ。さあ北岡選手ここはうまくいきたいところだが、さあおっとここはバックマークがうまく抜けていった。さあこれで間には何もいなくなってくるが、残り時間はあと30秒。さあトップとの差は 1.9 秒差、ゼッケン7番の橋本選手は 2.1 秒差で北岡選手を追いかける展開となる。さあここも少し間が空いてしまったか。時間の方は残り20秒。さあここで橋本選手痛恨のバックマークが飛びつかってしまった。さあ第1コーナー、ごめんなさい、本部前のところで詰まってしまった。さあ時間の方は残り10秒。さあここでも遅れてしまってる。さあ第本部前のところが非常に激しくなってきた。さあ上位には18周目に入ってきて、時間の方はここで4分が経過。さあ最終コーナーを立ち上がってきて、ここでゼッケン3番の渡辺選手が決勝2メイン優勝です。2番手はゼッケン1番の北岡選手、3番手はゼッケン5番の渡辺選手、次が2番、12番、7番とゴール。さあまもなく11番がゴールしてすれば、さあこれで全車ゴールインとなります。サミトレ F104 クラス決勝2メインはゼッケン3番渡辺選手が優勝です。おめでとうございます。